はい、どうもサックでーす。タカシーでーす。今日はですね、時間は存在しないという本のご紹介したいと思います。はい、こちらの本ですね。時間とは人間の生み出すものだと物理学者が言ったらどう思いますっていう帯がついてるんですけども、こちらの本を紹介したいと思います。はい、この本どんな本かと言いますと、この本は時間の概念をぶっ壊す本になります。ザ・ワールド声でっかすいません、まあ、まさしくね、まあ、それに近いというか、時間は存在しない、止まるとかじゃないって、止まるとかじゃない、存在しないです。存在しない、そうなんです。この本のタイトルにもある通り、著者の主張は時間は存在しないっていうことなんですよね。いやいや、そうは言ってもこの瞬間にも時間流れてますやんって言いたくなるんですけども、僕らの定義してる時間は流れてるでしょう。そうなんですよ。ただですね、この本の著者は、まあ、決してペテン師ではありません。そんなこと言う著者、ちゃんとした本職の理論物理学者なんですよね。ガチの人です、ね、そうなんです、ガチの人です。本書はループ量子重力理論っていうのを中心に話が展開されてるんですけども、ちょっときついね。そうなんです。もうすでにわけわかんなくて、いやもう動画閉じたくなってる人もいると思うんですけど、まあ、ちょっと待ってほしい。待とう、ちょっと待ってほしい、うん、ちょっと聞いてほしい。スタンドを出すのまだ早い。まだちょっと待ってほしい。バックスの話ですよ、はい、確かに本の内容は、まあ、骨太で、初心者にはマジでわけわかんないところもあったんですよね。はい、まあ、実際僕も半分も理解できてないかもしれないです、正直。サックさん自身もまだまだ半分理解できてない、はい、可能性が十分ある。しかしですね、それを差し置いてもこの本の主張っていうのは面白かったんですよ。なのでこれをぜひ伝えたい。この時間は存在しない、過去も未来もない、現在すらもない、そういった主張、そんな今までの常識をぶっ壊す本書の主張を今回は解説するつもりです。はいはいはい、もう今回はもうめっちゃ噛み砕いて、はい、もうぐっちゃんぐっちゃんに噛み砕いて、もう流動色になっちゃうくらい簡単に説明したいと思ってるんですよ。はい、なんで、まあ、皆さんもね、この時間の概念をぶっ壊したいっていう人はね、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。お願いします。ということで内容入っていきましょう。サックとタカシーのおしゃべり本要約。じゃあまずですね、まず皆さんに理解していただきたいことがあるんですよ。はい、まず理解していただきたいこと、それは絶対的な時間などないっていうところなんですよね。ここは非常に分かりやすいところなんで、はい、ちょっと解説させてください。あの、一番分かりやすいのが、ここで言う一番分かりやすいのが、時間の流れっていうのは山で速くて平地で遅いらしいんですよ。あ、それなんか僕も聞いたことある。あ、本当ですか。うん、まあ、これね、知らない人からしたらすでに驚愕の事実でびっくりするところかもしれないんですけども、実際正確な時計を用いて測ると時間の流れって違うらしいんですよ、上と下で。要はこの地球にある重力っていうのが時間を減速させてるらしいんですよね。これは観測に基づくもう絶対的な事実です。これも事実なんですよ。まあ、こういうね、まあ、あの物理学に明るい人は知ってるかもしれないですけど、まあ、他にも早く動いているものは時間の流れが遅くなったりするっていうのは、まあ、アインシュタインの話知ってる人は聞いたことあるかもしれないんですけども、要はその時間、例えばね、飛行機とか、あとはまあ音速の、まあ、飛行機とかもあるじゃないですか。そういうの乗れば時間の流れ遅くなるらしいんですよ。つまり動いている人とじっとしている人では時間の進み方が違うっていうことなんですよね。まあ、かといってもこれらの時間の違いっていうのは、まあ、地球上にいる限りは微々たるものなんですよね。なんで普段意識的に感じることはまあほとんどないんですけども、まあ、とはいえ間違いなく時間の速度には差があるんで、絶対的な時間はないというふうに言えるわけなんですよね。まあ、そうですね、はい、山でいる人と平地でいる人で時間の流れが違うってことは、うん、絶対的な時間っていうのは存在しないんですよ。この解釈、まあ、ちょっと自分たちの感覚からはかけ離れてるなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、しかしですね、現実が見かけと違うっていうのはよくあることなんですよね。例えば地球が平らに見えて実は丸かったりとか、太陽が回っているようで実は自分たちが回っていたりするように、時間も見かけと違って均一に流れてるわけではないと。そう言われるとちょっとしっくりくるかなと思うんですけど、間違いない、はい、まあ、地動説と天動説みたいなところでも言われたりしますけど、ガリレオがね、そうなんですよ、言ったやつ、言ったように、昔はむちゃくちゃ迫害されてたかもしれないですけど、やっぱりそうだった。今はもうね、常識だからね。そうなんですよ。だから今後もしかしたらこの時間がね、これ実は存在しないっていうのも今後常識になる可能性もあるってことなんですよ。なるほど、はい、まあ、そこはまず今は何を言ってるのかさっぱり分かんないもうポルナレフ状態になってるらしい、なんかかもしれないですけど、今からありのまま起こったことを話すって感じだったけどなまあ実際そういうこともあるって思うと、うん、ああもしかしたらそうかもしれないな、思えてくると思うんですよね。なんでこれちょっとまず理解していただきたい。でその上でさらに大事なことをお伝えしたいんですけども、それが時間に方向性はないっていうことなんですよね。ここはちょっとややこしいんですけど、ややこしいね、ちょっと解説させていただきます。つまりこれは
過去や未来なんていうのは存在しねえとことを言ってるんですよ。こう私たち、まあ、僕たちっていうのは時間っていうのは過去から未来に流れていくって思ってるじゃないですか。思ってるというかそういうものじゃないのかな。そういうものだと思ってますよね、はい、思ってるんですけど、なんと基本的な物理法則において過去と未来は区別できないらしいんですよ。これあの物理学者の間では常識らしいんですけど、らしいんですよ。過去と未来区別できない、はいはいはい、方向性はない。つまり理論的には過去を再現することも未来を確定することもできるらしいんですよ。理論的にはね、はい、できるらしいんですけど、しかし、まあ、これをするにはこの現在っていうのを正確に捉える必要があるらしいんですよ。まあ、よくわかんねえと思うんですけど、まあ、そういうもんやと思ってください。正直よくわかんねえ。そういうもんやと思ってください。捉える必要があって、まあ、現実はその現在を正確に捉えるってことは、まあ、できないらしいんですよね。僕らはぼんやり現実を実は捉えてるらしくて、今この瞬間もそうなんですよ。あのらしいんで、まあ正確には無理だと、まあ、なんせ細かい話はさておき、なんせ時間には方向性がねえということがもう物理学の間ではもう常識らしいんですよね。まあ、とは言っても時間らしきものを感じてるじゃないですか。要はもうつい3秒前のことを多分覚えてますし、で未来を今も経験してますよね。過去に未来だった今を経験してる。なんで時間らしきものを感じてるけどなって思うと思うんですよ。僕はさっきカレー食べたしな。そうなんですよ、思ってるんですよ。じゃあこれ一体何なんて、これ時間じゃないのって思うじゃないですか。なんでここをちょっと解説したいんですけど、もう我々が感じる時間とは一体じゃあ何なんですか、これ時間じゃないな、何なんだっていうところを言うんですけども、それの結論はエントロピーの増大によって時間は説明可能らしいんですよね。お疲れ様でした。待って待ってください、今日もご視聴ありがとうございました。待ってください、もう訳分かんないと思うんですけど、ちょっと解説させてください。これ、はい、これ非常に興味深いところなんで、はい、非常に興味深い。例えばこの熱いものが冷たいものに触れると熱って高い方から低い方に移動するじゃないですか、はい。まあ、手が冷たい人があったかい人に触ると、うん、だんだん手があったかくなってきますよね。そういう感じで、うん、こう熱っていうのは一方的に流れる。分かる分かる、はい、この熱の移動はあったかいねなんて言われたら嬉しい。手あったかいねとか言ってポケットの中手入れちゃおう。ちょっと話ずれてますけど、話するんですけど、まあ、この熱の移動っていうのは、まあ、一方通行なんですよね、はい、高い方から低い方に動く。で自発的には元に戻らないんですよ。これはもうそういうもんです。自発的に元には戻れません。これをまあ、エントロピーの増大の法則とかって言ったりするんですけども、このエントロピーが増える方向を未来、減る方向を過去っていうふうに僕たちは言ってるんだというふうに著者は言うんですよね。この熱の移動と一緒で時間の方向を決めてるのはエントロピーだということを言うんですよ。このエントロピーが増大するときにエネルギーっていうのは熱へと変換されるらしいんですよ。変換されるらしいんですね。このエネルギーから熱へ変換されるときに痕跡が残るらしいんですよ。でその痕跡を過去と呼んで、痕跡のないものを未来っていう風に定義してるだけだということを言うんですね。もうわけわかんないと思うんですけど。めっちゃ渋い、めっちゃ渋い顔になってる。まあ、もともと宇宙が誕生したときっていうのは、宇宙はこのエントロピーが極端に低い状態だったらしいんですね。極端に低い状態で、そこからこのエントロピーが高くなっていっているため、時間が過去から未来に流れているように感じるだけだというふうに言うんですよ。ほんまは過去も未来もないんですよ。もしエントロピーが極端に低い状態で宇宙が始まってなかったら、僕らはもしかしたら過去にも未来にも行ってたかもしれないみたいなことを言うんですよね。なるほど、はい、宇宙規模でビッグバンが起きた時に、はい、その宇宙全体のエントロピーが低かったんです。そうなんです。でビッグバンがバーンって出た時にエントロピーがドーンって上がって、そうです。でもずっと上がり続けてる、上がり続けてるから今は過去から未来に進んでるようにしか見えない。そういうことですよ。最初偶然的に低かったからでかくなるしかなかったんですよ。エントロピーが大きくなるしか道がなくて、その結果過去とか未来とかっていうのが生まれてるんだよみたいなことを言ってるんですよ、ね。じゃあこの先、はい、何百年何十年、まあ分かんないけど、はい、何光年か分かんないけど、いつかはエントロピーがこう収まってきて、はい、自由に行き来することができるかもしれないと。まあその辺はね、正直僕も全然分かんないです。分かんないですけど、まあなんせなんかこういう話聞いてたら、まあ、下手したらタイムマシンとかも存在するようになるんちゃうかなとかもちょっと考えちゃいますよね。まあ、ドラえもんは作ってるからね。まあ、バックトゥーザフューチャーもあるからね。そうなんですよね。まあ、そんなこともあり得るかもしれないっていうのが、まあ、思えてくるわけですよね。まあ、なんせ、まあ、時間っていうのは存在してないと。これは時間じゃなくてエントロピーの増大を時間と錯覚してるだけだよということを言うんですよね。まあ、ただまあ僕らの範囲で分かりやすいのはやっぱり一番最初のやっぱ絶対的な時間がないっていうところはむちゃくちゃ分かりやすかったと思って、確かに、はい、なんで時間っていうのはそんだけ曖昧なもんだということが言えるんですよね。なんで過去もあの未来もないと。でも確かに一理あると思ったのが、
こうすごい例えば好きな人とか、はい、楽しいことしてる時間とかは、はい、あっという間に感じるじゃん。あ、そうですね。でもこうしんどい時間とか、はい、嫌な上司とかと一緒にいる時間とか、その説教食らってる時間ってめっちゃ長く感じるじゃん。確かに確かに。これ時間一緒って思うぐらい。そうですよね、うん。だそういうのはね、もう自分の内的なところでやっぱり時間の感じ方っていうのは全然違うんで、うん、そういう意味でも時間ってものすごい曖昧、曖昧だね、そう考えたら。そうなんですよね。これをね書くにあたって僕もいろいろ調べたんですけど、ひろゆきさんいてるじゃないですか、ひろゆきさんが動画で言ってたんですけど、温度計は温度を測って、まあ、水銀とかで測ったら温度計がバーって熱上がったりするじゃないですか。ってことは温度を温度計で計測しますよね。でも時計って針動いてるだけじゃんっつって、時計は何も観測してないんだよ、ただ針が動いてるだけなんだから、僕は時間なんて存在しないと思いますって言ってました。レベル高い。それもレベル高いなと。レベル高いな、まあ、確かに。まあそういう捉え方もあるなと思って、なんかだからすごい深いなというか、まあ、時間ってまあ難しいなというか。だってカップラーメンじゃ入れて3分っていうね、はい、3分進んでることかも分かんないみたいな。時計はただ進んでるだけっつって、回ってるだけっつって、あれは時間を測定してない計測してないです。温度計は確かに温度を計測して水銀とか動いてる。カップラーメンで3分後どうすんのまあなんせね、まあそういう感じで、まあかといってもね、かといってもまあ、これ知ったからといって、まあ、自分たちの生活が何か変わるわけじゃないんですけど、ないんですけど、ただ世界の常識っていうのは、まあ、いつでもぶっ壊れますし、なんかそう考えるとちょっとワクワクしてくるなっていうふうに思ったんですよね、僕は。まあ、新しい世界がね、はい、今メタバースとかもやってるし、ね、あ、そうですね、うん、どんどん変わっていくかもしれないからね。そうなんですよ。今日までが常識だったものが明日から違うかもしれない、ね、そうなんですよ。なんでね、そういうふうに見るとなんか世界の常識っていうのも、まあ、バカらしくなりますし、まあ、ぶっ壊してどんどん考えていったらいいんちゃうかなと。いうふうに思うわけですよね。常識を壊していこう、うん、いや、いい意味で、いい意味で、いい意味で、変な意味じゃなくて、いい意味でね。なんだろう、自分たちを縛ってるものって何でもない常識かもしれないよ。その通り。こうじゃなきゃいけないとか。だってね、時間すら存在しない可能性がある。何にだってなれるぜ、いつからでもということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録